昨日のトレーニングタイムシフト見たけど、一昨日よりは動けてたね。一昨日より動けてなかった。昨日のタイムシフト見たら今日の方が動けてましたね。昨日の方が動けてたね。ヨミさんいらっしゃい。マナブンこんばんは。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、初代アー様いらっしゃい。フォローありがとう。ムエタイルールなら足を持ってやらないと。あ、いや、足主体でいくよ。ただ、3分間、まあ、前から言ってる通りさ、俺さ、ニートなんだよ。運動もやったことないようなニートだから、もう十何年ぶりに走るぐらいだから、この1週間は体慣らさせてよ。あのさ、みんな、ああでもない、こうでもないって言うからさ、前に出ろとか、もっと足使えとか。素人だっつうの。走り込みはね、やらないようにしてる。太ってるから、膝壊す可能性があるから。軽くジョギングぐらいしかやんない、鳴らすぐらいに。9分間だから。9分戦えればいいと思ってるから、フルで。走り込みはね、やらないで行く予定ですね。試合見に行きます。本当に？本当に来んの？いや、でもね、試合見に来た方がいいと思うよ。だってさ、5000円で安いと思うよ。いろんな生主リアドツできるからね。エリさんこんばんは。めっちゃいいと思うよ。石川紀之、便所太郎、金梅さんってね、チケット300人限定だからすぐ売り切れるっしょ、多分。今回は。早めに便所さんに予約しないとまずいと思うよ。多分満席になると思うよ。こんだけのメンツだったら。限定グッズ販売する予定なんで、もしよかったら買ってください。T シャツ販売しようと思ってます。決勝出れるの？知らんがな。なんでガチリッチが出る話になってんの？シークレット枠。知らん知らん。それは便所さんに聞いてくれ。いや、ガチリッチマジですね、セコンド入れたかったんだけどね、セコンド一人しかダメって言われたから、ロハコさんに最初に声かけちゃったから、ロハコさんで行くわ。申し訳ない。はい、ワードツー。ことかの放送でコメントして飲んだりしねってコメントされてた。バレたね。飲んだん激おこぷんぷん丸じゃん。挨拶ぐらいしたいんだけどね。おい、リオンいらっしゃい。リオンさんからハートいただきました。リオンさんありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとう。バーガープレゼントありがとう。リオンさんハートラッシュについてバーガーラッシュです。ありがとうございます。なんかアイテムが今2月いっぱいまで割安だよ。なんか格安で販売されてるセット売りが。バカプレゼントありがとう。
はい、ワード2。リリコばあさんいらっしゃい。いらっしゃい。生活保護やめたって言ってなかった？言ったよ。生活保護やめてるよ、俺。おい、リオンさんから花火いただきました。リオンさん、花火ありがとう。花火ありがとう。花火2発目ありがとう。花火2発目ありがとう。よいしょ。腕鍛えられるね、これで。よいしょ。リオさんありがとうございます。1、2、3、4、軽くなってきたな。5、6、7、慣れてきた。8、9、10、11、12、ありがとうございます。最初さ、このダンベル初日はもう重くて上がらなかったけど、だんだん慣れてきたね。やっぱ鍛えていくと体変わるね。慣れってすごいよな。無理だと思ったことができるようになるからね。椿さんいらっしゃい。ワード2。うん、慣れてきたね。腕ももう見違えるほど変わったでしょ。もう自分で太くなったの分かるもん。全然違くね。1ヶ月前と全然腕違うよ。もう本当に自分の目で分かる、太くなったのが。うん。岩田2、甘えちゃんバーガープレゼントありがとう。太いの分かるでしょ。ガリガリだったんだもん俺。筋肉なんか全然なかったのにさ。うん。今34センチだね。何センチアップしたんだろう。多分20センチ台だと思う。マルディアンこんばんは。エミさんこんばんは。うん。みんなの花火が俺を強くするんだよ。お腹も鍛えないとダメだよ。腹筋そうだね。腹筋開けておかないと。ていうか、腹筋鍛えるっていうか、打たれ慣れておかないとまずいね。スパーやらないと、スパプロテイン飲んでますか？飲んでないんだよね、それが。買おうと思ってんだけど。1ヶ月ぐらい長く通える医者って何か？何の話？アキさん。1ヶ月ぐらいで長く通える医者って何か？ちょっと質問の意味がわかんねえわ。タカヤンこんばんは。いらっしゃい。今日はトレーニングやってないですね。今日は休んでストレッチしようかなとか思ってるけど、やった方がいいかな。オプチマムゴールドスタンダード、サバス買おうと思ってたわ。サバスのプロテインココア味買おうと思ってた。オプチマムゴールドスタンダード検索してみようか。プロテインって結構するんだね。高いんだね。のんたん今日いないよ。いえいえ、のんたんはこれか。おお、あ、安いか。ホエイなんだ。おー、あ、安いね。これ効く？安い。2.275。すげえ安い。サバスは、それはタンパク質少ないし、高い。あ、そうなんだ。これ全然違うね。効く。ウェイト上げる系のプレ、もう本当に体重増やそうと思ってるね。パワー系でいこうと思ってる。その、絞、みんなのイメージだと絞って動ける感じにしようっていう作戦だと思うけど、もうウェイト上げようと思ってるね。ガチガチに筋トレして。で、一発一発、重たくしていきたいと思ってる。16オンスだから、多分ね、まともに入らないと思うんだよね。エクステンド飲めばいい。エクステンドって何？これいいな。これブックマーク入れとくか。カートに入れちゃおう。体力の方が、
体力の方頑張ろうよ。もちろんもちろん動けるようにはするよ。だけど、なんかみんな走り込みとか言ってるけど、俺そうじゃないと思ってて、持論だと。バンプアップするのはゴールドジムのクレアチン。新しいフォロワーさん紹介します。ケースバイケースさん、フォローありがとう。俺の経験上、アミノバイタルプロが一番いい。プロテイン。あ、ビルダーなんだ。へえ。あ、そうなんだ。いや、なんかね、プロボクサーとか、地下格闘技者とか、いろんな人が DM くれて、いろんなアドバイスくれてんだよね。本当に今回の企画、期待してくれてる人多いね。なんか、もう本当にタイムシフトとか見て、リーチ長いねとか、どうのこうのとか、ほんといろんなアドバイスもらってるよ。こういう風に打った方がいいよとか。クレアチンはガチで効く。いや、なんつうの。とにかく仕上げたいと思ってる。いくつか懸念材料があるから、クレアチンは限界からのもう一回が上がるようになる。今日も練習した方がいいかな。なんかさ、雑談ができてないから、なんか売り上げが少なくなっちゃって、アイテムの。だからそれがちょっと心配なんだよね。今日は雑談とストレッチやろうかなとか思ってて。ベンチプレスで上半身鍛えましょう。ジムはね、ティップネス行こうと思ってるのよ、また。メロンいらっしゃい。今日もやった方がいいかな？トレーニング。どうなの？チャンピーやってんの？トレーニング。ちゃんと。なんか動画見ても全然やってない気がするんだけど。立ち技に大胸筋は邪魔になる。まあ、蹴りだろうね、多分。俺も蹴りが、重要だと思ってるね。プロテイン飲まないともったいない。今選んでて、で、ヨーグルト飲んでるね。タンパク質が多いヨーグルト飲まないとと思って、トレーニングの後。ファミマでジュースバーって見て、そしたらファミリーマートのイチゴヨーグルトがタンパク質すごい多かったから、雑談最近確かに少なめな感じは否めない。そう。やっぱ雑談でやってるわけだから、気合い入れていかないと。基本は食事から取らないといけないんだけどね。あ、でも鶏肉食ってるよ、結構。鶏肉食ってる、がっつり。今日マグロ食ったね。マグロ。結構多めに。タンパク質、体重かける2は飲みたい。そんなに？赤身食いました、赤身。はい、マキルさん、ワード2。いらっしゃい。ワード2、イラさんいらっしゃい。100キロだったら200グラムは最低取らないと。1日に？テレチャンピンから彼女さん花火ありがとう。え、何の話？全然わかんないんだけど。全然わかりません。北のおじいさんいらっしゃい。格闘技どんどん話が大きくなっていく。いや、あれはいい企画だよ。
あれは本当にいい企画だと思うよ。神がかってると思うもん。エクステンド。おー、これか。エクステンド。ワークアウトハッカー。うん。これいくらすんだろう。高いのかな。エクステンド。金かけらんないかんな。すげえなこれ。アミノ酸がすげえ多いんだ。疲労回復、バンプが地味にすごい。聞く。格闘技見に来る人どれくらいいるんだろうね。一人、かっちゃんが見に来るって言ってたけど。今そうだね。なんか格闘技の話題ばっかりだね。マラニアも来るんだ。一番楽しみな試合みんな誰なの？増量しないと筋量増えない。そうだね。俺は減量は最後の本当に3週間ぐらいで、そっから増量したいと思ってるね。後半戦でいいかなと思って。で、別にそんなにボクサーみたいに軽くする必要ないと思ってんの。パンチ軽くなっちゃうから。パワー系でいこうと思ってるね。今日もトレーニングしようかな。コメント拾えないけどトレーニングした方がいい？どっちがいい？みんな。今日は雑談聞きたい？それともトレーニング配信どっちがいい？ならガンガントレーニングしてプロテイン。当て感そうだね。本当にそうだと思う。なんて読むんだろう。なんとか様々。竜也様様いらっしゃい。わかつ。雑談がいい？俺はテルチャンピンだね、対戦相手は。テルチャンピン、青山。時間ないからテクニックしかない。テクニック身につけるの本当に大変だからね。そんなね、焼き付き場じゃ効かないよ。格闘技甘く見すぎ。それは。グッジョブ。トレーニングもしてほしい。うん、雑談がいいんだ。走りながら雑談絶対無理。半端になる。お前みたいに働けるやつが生活保護を受けることがおかしいんだよ。どうおかしいの？チャンピン動画見て研究。それがね、チャンピンね、全然トレーニングやってないんだよね。タイムシフト見てるんだけど、動いてないんだよ。なんかサッカーで遊んでたりとか、ずっと座って雑談やってたりとか。だから、研究しようがない。ただ、その蹴り？まあ、サッカーやってたっていうか、多分蹴りが来ると思ってるから、蹴りはイメージしながらやってるけどね。蹴りは。特に右から多分飛んでくるはずと、あと、サッカーの癖でワンステップ踏む癖が絶対あるはずなのね。普通にまともにローとかってあんま蹴れないはずだから、そのワンステップ見逃さないようにとは思ってる。今日さっきやってた。どうだった動き。どうだった一か。教えて。サッカーでステップと動き見れる。だよね。多分モーションがワンステップ、ワン工程多いはずなんだよね。だからそこに奇襲かけようと思ってるね。まあ、あんまり喋っちゃうと対策練られるから、あんまり言いたくないっていうのはあるけど。上半身？ごめん、バンになるから、上半身は見せらんないけど、こんな感じ？胸板はこんな感じ。で、腹はダブンダブン。で、腕は、こんな感じ。うん。申し訳ない。抜けないんだよね。こういう感じ。うん。こういう感じです。
ットワーク軽かった。まあ軽いだろうね。三角筋はいい。三角筋ってどこなんだろう。三角筋がどこかわかんないな。パンチは背筋だからね、パンチ力は。全力で1分も動けねえだろう。全力で1分動けないね。あの2日目、昨日が2日目だったんだけど、軽く鳴らして3分5ラウンドやったかな。後背筋ないとね、うん、フックとかはね、あの大胸筋なんだけど、ストレートとかあの完全に背筋だからね。シンニング、肩のあたり、まあ、でもね、多分ね、多分だけど、その当日喧嘩になると思うよ。喧嘩スタイル、長期戦きついから短期戦に持ち込みます。いや、僕は引っ張りますね。逆です。向こうのスタミナ落ちたところに決めに行こうと思ってるのと、あとロー主体で相手の足骨折させてやろうと思ってるね。立てなくしようと思ってる。だから多分最終ラウンドまでガンガン蹴り込むね。ダンベルを引きまくる練習できる。ダンベル毎日100回ぐらいやってるね。なんかトレーニングを教えてもらってた。動き良かったのか。それタイムシフトに残ってんの？チャンピン。研究したいね。チャンピンの動き。チャンピンのタイムシフト見てみるか。ルールはムエタイルールですね。ムエタイっす。トレーニングないな。ふわっちで配信残ってないね。うん、かがんで背中に引く動き。あ、これか、これか、これか。はいはいはい。ガチッチは来るの？試合見に来んの？家でネット観戦。来るっていう人手挙げて、この中で多分会場行くよって。どれくらい集まんだろう、ワードリスナーは。ネットで誰かしらの枠でやるでしょ、うん、マナニャンと、マナニャンと、チケット5000円。便所太郎さんから買うのかな。なんかマスコミも来るらしいよ。アリオンも来るんだ、行けたら。なんかあれだね、ワードリスナー集まったらみんなに飯でも食いたいね、うん、マスコミもちゃんと入るって言ってたね。ニュースにワードを出る。あ、いや、そんなに大掛かりなわけじゃないでしょ。ニュースに出るとかテレビ局が入るとかそういうことじゃないらしいよ。マスコミはでも呼んでるっつったよ、うん、結構盛り上がるんじゃない、興行としては。かなりいい企画だと思うよ。雑誌とかだろうね、多分ね。テレビ入れるとかは、あの、相当、なんか、地盤固めて、やらないと無理でしょ。ギャラわかんない。ギャラ出ないんじゃないの？うん。ギャラの話は一切ないね。いけるか、現時点で未定だな。あ、そうなんだ。ランニング行ってくるんで落ちますね。行ってらっしゃい、マラニャン。ありがとね、アドバイス。ありがとう。優勝しても何もなしか。優勝っていうかトーナメントじゃないかんね。チャンピンとだけやる感じだから。あ、でもね、金メダル用意するって言ってたよ。メダルくれるって、勝ったら、うん、金メダルもらえるそうです。
和道は優勝目指してる。だから優勝っていう概念がないっつの。トーナメントじゃないから。白樹グッズを売ってくれみたいな話をしてましたね。僕は T シャツ売りますね。T シャツとネックレス売ろうかなと思ってます。うん、でもまあ300人しか集まらないから、T シャツも20枚いらないでしょ。限定 T シャツ持っていきます。便所さんのツイッターで知ったけど、スポンサー募集してない。もう何人か決まってるらしいよ、スポンサーは。むしろ、やりたいやりたい状態らしいよ。結構問い合わせ多いって聞いたよ。うん。なんかめちゃめちゃ盛り上がってるよ。ショコさんいらっしゃい。生のささみとバニラエッセンスをミキサーにかけたら最高に美味しいプロテインの出来上がり。ネックレス欲しいな。持ってくよ。これね。俺がつけてる和道ネックレスね。ここ。これね。これ。うん、箱？ネックレスの箱？ああ、もう、見当つけてある。うん。ネックレスの箱は。スポンサー最低10万で、なんかポスターとかに名前載るのと、あとなんだっけな。あと、まあ、リングサイドの一番いい席取れるのと、なんか CM が入るんだっけ？なんかちゃんと10万円で、いろいろできるらしいよ。例えばなんかドリンク売りたい人は10万円でその販売券とか、なんかいろいろ、権利がつくらしいね。まあ、詳しくはその辺は僕はプロモーターじゃないんで、6月の10日ですね。土曜日ですね。6月の10日。まあ多分俺の予想、こんだけ配信者、桃襟でしょ、ナーボーでしょ、石川のりゆきでしょ、便所太郎でしょ。まあ俺は集客力ないと思うからあれだけど、あと誰いる大手。うん、こんだけいたらね、300枚ぐらいさばけるでしょ。まあ4ヶ月の準備期間は結構ありがたいですね。稲葉さんいらっしゃい。なんで顔やめた方がいいの。うん、だいぶ先だね。土曜日日帰り？日帰りってどういうこと？旅しながら筋トレ。筋トレっつうかシャドウだろうね。外に出て旅してる間は。顔狙わないとダメだと思うよ。なんでかっていうと、顔に当たるのって精神的ダメージも結構でかいんだよ。怖いっていうか。見に行くとしたら泊まりかもしれんなと思って。まあ満喫とかに泊まればいいんじゃない？うん。そんな金かかんないでしょ。女性用のスパとかさ。脳に来るのは本当に当たった時だけだね。ボクシングジム高くていけないんだよ。8000円もすんだぜ。トータル2万いくらかかっちゃうから。よし。あ、お疲れ様です。頑張ってますね。はい。頑張ってますね。あ、はい、頑張ってます。勝ちたいんで。22はい。22日。22、何曜日だろう。22、水曜日、仕事なんで、夕方以降であれば。はいはい。誓約書の方書いてもらうんで、はい。近い人会って書いてもらおうかなと思うんけど、はい。じゃあ、夕方以降、都内とか池袋とかその辺で会えれば、はい。まあ、印鑑持ってきてくれれば。実印じゃなくていいんですか？認め印でいいんですか？あ、実印じゃなくていいよ。あ、了解です。で書いてもらうから、はい、一応怪我とかのやつだからね。あ、了解です。それはしないからさ。はい、うん。例えば相手怪我させちゃった場合って別に賠償とか来ないですよね。もう自己責任なんで。相手殺しちゃってもいいです。殺しても本当に何もないですか、自分の場合。でも殺されてもってことですよね、それ。そう。了解です。前日にじゃあもう一回お話で時間とか詰めるって言ったりでも大丈夫ですか？何時ぐらいにとかね。はい。うん、僕、だいたい夕方4時に新宿で仕事が終わるんで、その足だったらどこでも行けるんで。う
了解です。一応ね、あの光と金梅にも書いてもらおうかなと思ってるんでね。はい。その日に、はい。光と金梅が都内にいれば一緒に会うかもしれない、ね。あ、一回打ち合わせしたいですね。打ち合わせってなの、打ち合わせ。いや、なんか、肘のガードとかが、僕、格闘技経験ないんで、どういうやつとかがわかんないんで、そういうのとかも教えても。自分でトレーニングしてください。え？自分でトレーニングしてください。違う、肘のガードの素材とかがわかんなくて、どういうやつなのか。あ、肘のエルボーガードとニーガードはこちらで用意するんで、あとグローブは。はい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 。あー、なるほど。はい、連絡したものだけ用意してくれれば大丈夫です。あ、了解です。ファールカップとバンテージと、なんだっけ。ローブとかニーガードってメーカーが違うとやっぱ素材の厚さとかが違ったりしちゃうんで。はい。そうするとそれがほら、はい、ハンデとかになっちゃう。ですよね。そうならない、こちらで用意するんです、そちら、その辺は。はい。いや、なんか、どういうのなのか、なんか、見ておきたいなっていうか、そう。ネットとかで。ちょっとね、まだ手元にはないんで、はい。ニーガードとエルボーガードに関しては、はい。まあ、パッド入りのサポーターみたいな感じ。プラスチックみたいなやつですか？いや、プラスチックじゃないです。布の木です。ああ。の中に、パッドが入ってる。クッションみたいなのが。あ、そう。了解です。わかりました。はい。はい。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。はい。失礼します。ん？何がやばいの？いや、全然誓約書書くっていうか本気だよ、便所さん。全然便所太郎さん本気だよ、うん、大丈夫か。いや、だから怖いよ、正直。そんな24のバリバリの若いやつでやるんだもん。パンチ力200はいくよ。いやいやいや、2キロのダンベル怖い怖い。肘壊しそうで怖い。うん、まあ、220出るだろうね、それやってたら。うん。いや、ほんと怖いよ。だから、もう、俺の練習の量は、チャンピンにビビってると思われて全然いいよ。なんか俺怖くねえよとか言ってるの嘘だと思うもん。うん。31のさ、運動しなかったおっさんだよ。超怖えよ。でもやるんだよ。リングに上がるだけですごいわ。まあ、まだ上がってないからね。まだ上がってないから、うん。上がったら褒めて。やっぱ今日も練習しようかな、この後。あ、頑張る。もちろん、ベストを尽くします。もちろん、勝つ気でいきます。当たり前だけど。便所太郎さんはゆいがさんだね。ゆいがさんですね。ファイナルですね。第5試合かな？第6か。第6試合かな。試合じゃないって言ってたよ、昨日の放送で。公開処刑だって言ってたよ、便所さんは。いや、ゆいがさんすごいよね。うん。練習した方がいいね、今日もね。マジだよ。タイトル見る？誰対誰とか発表しようか。昨日発表されてる分ね、まだ公開できない情報もあるから。公開できない情報、便所さんから俺何も聞いてないから別に大丈夫なんだけど。昨日のね、便所太郎さんのツイキャスの枠で発表されてた内容をシェアします。じゃあ。パイセンバックレフラグ。いや、もう逃がさないって言ってたよ。うん。金梅さんは。だから誓約書とかも。なんだっけな、罰金50万とかじゃなかったかな。発表します。2017年6月10日土曜日。新木場ファーストリング。キャパシティ300人です。なのでお客さん300人来ると思ってください。新木場ファーストリング。配信者格闘技祭り開催。タイトル仮なんですけれども、イベント名が捨て頃っていう、タイトルです。じゃあ、下から行きます。まずね、オープニングトークが、便所太郎さん、TJ、石川紀之。これオープニングトーク3名であります。便所太郎、TJ、石川紀之。で、オープニングソングが、Don't Give Up。Don't Give Up。ナーボーと新八丁。これいる？
第1試合、3分3ラウンドキックボクシングルール指定対決で、金梅さん VS、奥崎のフクロウセブンさん、第2試合3分3ラウンドキックボクシングルールツイキャス VS フワッチ対決、みやびくん対、ドレ深夜食堂さん、第3試合、3本勝負スモールールメガトン級女子対決、中門のまま中門のマーメイドサトミ VS ビッグバンガールズキティ、これ相撲ですね。第4試合、これが僕かな、第4試合もうど真ん中ですね結構いいところに組まれて、俺前座だと思ってたから結構ね、なんか嬉しいですね。第4試合ど真ん中ですね。3分3ラウンドキックボクシングルールフワッチ対決、頭脳派和道 VS 若き報道派テルチャンピオン、うん、で、なぜか僕の試合の後に、また歌が入ります。何なんだよ、ニューバージョン、桃七。いらねえ。桃襟が歌うそうです、僕の後に。で、セミファイナルですね。因縁の対決。セブン VS3 倍目ヒカル。ファイナルマッチ。配信当初踊る便所太郎 VS 配信会のレインメーカー、ユイガ。っていう内容で、最後にシークレットマッチがあるらしいです。シークレットマッチは当日来た人しか、見れないっていうか、当日発表らしいですね。で、これは、他の対戦者にも言わないって言ってた。だから、誰だかわかんないからすげえ楽しみなんだよね。で、最後にエンディングを全員で挨拶する感じみたいです。アイラは北海道だから出ないでしょ。うん、おい、サトシさんいらっしゃい。タバコやめないね。うん、チケット5000円です。いや、一般席が。リングサイドとか12000円って言ってたかな。その辺は便所太郎さんに問い合わせてください。シークレット大物配信者で、で、茶番はやらせないって言ってたよ。ガチの対決だって。ただルールとかはまだ言えないって言ってた。もう誰にも教えないってこれは。本当にシークレットでやるってよ。風船プレゼントありがとう。いやー、うなちゃんマンだったら面白いなと思ってるけどね。金魚さんいらっしゃい。風船ありがとう。どこでやるんですか？新木場のファーストリングですね。新木場にあるファーストリングっていう、ちゃんとしたもう、リングがあるところでやります。うん、8話ずつ、シークレットに大根さん希望？いや、俺に言われても俺主催者じゃなくて俺選手だから。俺に言うなよ。おい。俺に言ってってどうしようもなんねえじゃねえかよ。俺主催じゃねえからよ。なあ。年齢的に、ユイガ VS の、あ、それは絶対ないと思うよ。ユイガさんは、だって前のファイナルの試合で、便所太郎さんとやるから、しかも、便所太郎さんの時のルールだけ特別なんですよ。言い忘れたけど、便所太郎 VS ユイガは、ユイガさんは、この二人10ラウンドだからね。これ、その後に戦うなんてありえないよ。リングでガチですね。新木場 DDT の会場によく使われてると、あ、多分プロレスとかに使われてるところだと思います。しかもマスコミも入るらしくて、本格的にプロモーターとしてめちゃめちゃ動いてますよ。ま、ガチですよ、今回の。10ラウンド10ラウンドだって、便所太郎さんとユイガさんは。すごいよね。てか俺、ユイガさんが、その便所太郎さんにガチでやろうぜって言ったのがすごいよね。マスコミまで来るらしいよ。結構これ本気で大型企画にするって言ってた。だから今回は絶対外したくないっていうか、もう本気でぶん殴り合って殺してもいいって言ってたよ。もう本気でやってくれって。ネタとかやったら殺すからって言われたもん。うん。和道が面倒のツイートを RT してあげた和道リスさんにも、俺 RT したよ。RT したした。俺のツイッター見てみたら下の方にあるよ。RT したよ。見てみて、俺のツイッター。選手だけでも11人かな。セブンさんが2回やるから。あと、ナーボー、新圧書、TJ、石川の隆起とか、トークとか、リングアナとかがいっぱい来る。ありがとう、サトシさん、風船ありがとう。で、レフェリーの人はなんか、本当の格闘技の大物レフェリーだって言ってたよ。だから、安心していいよって。うん。本物のレフェリー用意したからって。しかも超有名な大物だよって言われた。本当は風船ありがとう。セブンさんもぶち上げてる。ぶち上げたよね。T
ていうか第4試合って本気かよと思ったけどね俺。おお。第4試合ってさ、結構ど真ん中でさ、客が一番温めないといけないやつじゃん。いただきます、KP。うん、すごいよね。ていうか、俺の目標は、今回いい試合残して、客沸かせて、次の企画、来年とかもやるってなったら、ワドを声かけようって言われたいね。負けたらもう呼ばれないから、うん、またワードを使いたいっていうような試合をしたい。とりあえず。じゃあ今日もトレーニングすっか、この後。風船ありがとう、ゴルゴ。今日軽めでもいい？軽めのトレーニングでもいい？今日。飯食った後だから、今日休もうと思ってたからさ。風船ありがとう、ゴルゴ、いつも。ありがとうね、ゴルゴ。サメちゃん VS 緑さんが金梅を、金梅さんは2回試合やる、ん、金梅さん、いや、あのシークレットはあれだったよ、出る選手じゃないって言ってたよ。じゃ軽めでやるよ。ダンベルはね 8.5 だね今。マロンさんいらっしゃい。うん、ダンベル 8.5 で、来月何キロプラス、来月で10キロになる。来月10キロにします。で、このダンベルは10キロが限界。石川 VS 緑が見たい。緑さん来るかな。緑さん可能性あるなと思ってたけど、俺はね、大物、超大物配信者だって便所さんが言ってたから、俺はもう予想ついてるね。川崎洋平 VS サノッチだと思ってるよ。やっぱニコ生のトップ配信者の川崎洋平とサノッチ、もう客わーってなるでしょ。洋平くんだー、川崎洋平だーってなるでしょ。うん、6キロだった、今 8.5。 うん、みどりさんだったら枠だろうね。みどりさんめちゃめちゃ盛り上がるけど、どうなんだろうな。うん、チケットお値段5000円。今日一、あのね、のんたんの予想が結構、俺、当たってるだろうなと思ったんだけど、のんたん、勘いいじゃん。のんたん誰って言ったかっつうと、多分柴田じゃんって言ってた。うん、多分柴田でしょうって。そんな感じした、俺も。柴田だったら熱くね。うん。よっさん戦えねえだろ。うなちゃんマン見てえよな。うなちゃんマンバーサス鶴の神。柴田は結構いい線ついてんじゃないかなと思ったけどね。うん、柴田の可能性あるよね。うん、石川紀之はあのリングアナだから、多分その可能性薄いと思うよ。なんかさ、今回の企画ってさ、強いかどうかじゃないじゃん。面白い試合するやつを呼びたいって感じじゃん。
まあどうせ素人のなり殴り合いだからさ、喧嘩ファイトするやつとかそういうやつでしょ。あとこいつとこいつ殴らせたら面白いみたいな。うん、じゃあ練習の準備すっか。鮫島さんもあるか。鮫島さんも乗って、ああ仲いいかな、ありうるな。うん、これだけ大きいのは初ってどういうこと、会場がってこと、企画が。うん、格闘技のイベントな初めてなんじゃないの、わかんないけど。他にやった人いる企画これだけ。いや俺香川万博か、なんつうの、なんつう、香川万博とか、あと富士山、富士そばぐらいいい企画だと思ってるよ。なんかさ、企画力あるのってその香川さんとさ石川紀之だけじゃん、ぶっちゃけ配信者で。それくらい名物企画になりそうな気がする、毎年行われるみたいな。しかも時期がいいよね。サタ弱いね。連勝セブンは、あ、だから2戦できるって言ってるんだ。なるほど。自信はそっから来てるんだ。便所さんはプロの格闘家で戦績残してるよ。うん、ねえ、パルパル逃げたかんね。俺、パルパル、あの、指名誰って聞かれて、パルパルってすぐ答えたんだけど、パルパルが断ったらしいよ。うん。反則行為絶対ダメでしょ。ガチの格闘技だから。反則やったら減点されちゃうよ。今日30分ぐらい軽めにやるね。あの本格的にやったら体壊すから。あと休息もやっぱ取りたい。今日軽めに流します。金梅も経験者なの？金梅さんも。みんな格闘技やってたんだ。俺だけか、じゃあ格闘技やってないの。あ、野田もありだな。野田も見たいね。野田強いぞ、多分。自称なんだ。確かに野田見てみたいかもな。あれ？なんで反対になっちゃうんだろう。あれ逆になっちゃったな。なんでだ。まあ、いっか。失敗しちゃったよ。巻き方がわかんないんだよね。巻き方？こんな感じ？うん。うまくなったかな。いや今失敗しちゃったけど、裏と表この感じ。うん、いやずれてんな。うん、胸キュン泣いちゃうかな。ああ、そうだね。あの俺生で野田通り何回も会ったことあるからあれだけど、あれだよ、腕の傷えぐいよ。あの膝、あのここ肘かばっくり割って直してるから生傷すごいよ。あれはシャレになんなかったよね、本当に。あれはちょっとやりすぎ。
手加減してあげないとかわいそうでしょ、いくらなんでも。ああ、そういう不正はする気はないかな、俺は。バンテージ巻いてんのは、その、なんつうの、巻いたことがないから、感覚、その、身につけておかないと、試合当日いきなり巻いたりしたらさ、感覚狂うから、慣れておくためにやってる、マウスピースとこれは。腕相撲の時の傷、見せてもらったけど、すごいよ、野田造り。えぐいよ。ぐちゃぐちゃになったのがわかる。手術の後ね。あれはね、見たけど、大人げなさすぎるっていうか、ガチで、その、鍛えてる人だから、やっちゃダメでしょ、あれは。その、手加減してあげないとダメなのに、本気で振りかぶ、なんつうの、振り切ったじゃん。あんなの折れるよ。素人相手にあれは絶対良くない。まあ、終わってることだからね、俺がぐだぐだ言うことじゃないけど。もうネタにならないっていうかさ、ネタじゃ済まないよね、あれは。えぐいでしょ。あっていうね、もう腕がいっちゃいけない方向にいってるよね。本人も顔、でもね、本人偉いなと思った、生主だなと思って、折れた瞬間にさ、画面から引いたでしょ。あれはプロだと思ったよ、俺。野田かっけえと思った。ぐーってこらえながらすぐカメラからフレームアウトしてったじゃん。あれは生主の鏡だよね。ちょっとかっこいいよね。カルシウムつうか、あんなガチムチのやつに勝てるわけないじゃん。ネタで高加減してあげないとダメよ。多分ね、テンション上がって観客の前だったから、力加減間違えたんだと思うよ。単純に。うん。いやー、ドレさんはね、手加減しないだろうね。殺しに行くって言ってたよ。みんなね、なんかこの大会決まったから怖くなってんだよね。殺せとか殺すとかさ。なんかね、結構ね、便所太郎さんの声質が変わって、優しいのよ、便所太郎さんって。なんつうのかな。おいわどうみたいな感じなんだけどね。結構ね、声のトーンが変わってる。すごい怖いよ。ピリピリしてるよ、今。いろんな人が殺気立ってるね。でもこういうなんか素人の殴り合いイベントとか面白いよね。いやー、この企画は生主好きな人っていうかさ、配信好きな人なら絶対見逃せないぐらいいい企画だと思うよ。そう、D プラスがさ、やっぱやってた頃 D プラス行けばよかったって人多いじゃん。行きたかったみたいな。やっぱこういうイベントごとはね、配信好きな生で見た方が面白いと思うよ、俺は。思い出に残るじゃん。で、やっぱ生とね、配信って全然違うから、それをね、体感するっていうのは面白いよ。あ、この人こんなでかいんだとか、あ、この人優しいんだとか、いろんな気づきがあるよ。あ、こういう感じなんだって。配信と全然違うって。通報？誰から？誰から通報？いや、来ないよ。だから、なんつうの、プロの、その、イベント主催の人とかと提携してやってんの。その、なんつうの、プロの、そういう、格闘技の、プロモーターとかと便所さんガチガチに組んで企画組んでるから、その、書面とかも、プロに教えてもらってるんだって。いや、体動けるぐらいには絞るけどね。今日家の前でやってもいい。公園まで行かなくてもいい。睡眠時間確保したいから。OK だったら手挙げてください。家の前でよかったら。家の前で OK ですか。
オッケー。ていうかさ、このままさ、これじゃダメなの？これじゃダメ？これ。これじゃさすがにダメ？これじゃダメ？めんどくさい。これじゃダメっすか？これでいい？よかったら手あげて。これでもいい？いい？じゃあちょっとやってくるわ。このまま。タイマお疲れっす。アレンさん髪伸びた。髪伸びたかな。お疲れ。あやかいらっしゃい。レギラゴン株 FX さん外明るかったね。あのね、蛍光灯ができたんですよ家の前に。だからあの明るさ、あの明るさずっと。疲れ。いや疲れた。ワイドットあやかさんてかフォロー外れててすごいショックだわ。キリバン踏めて嬉しかったのに。悪い悪い。のんたんのんたんのんたんがあの、のんたんがあやかのことブロックしちゃって、わかると思うけど悪い。試合まで、試合まで。やっぱ毎日やんないダメだね。体が温まるとね、今膝が痛くなくなる。普通に歩いてるだけで膝痛いんだけど、体温まってくると大丈夫だね。うわ、疲れた。いい汗かいたわ。ワイドットあやかさん良いけど、次からブロックするならブロックしましたって教えてほしい。いや、ピックになるから。いや、俺はブロックしないよ基本的には。俺も気づかなかったんで、あやか最近来ねえなと思って、で確認したらブロックされてたから、あ飲んだんかと思って、で気づいたら解除してたでしょ。マークひねもつかずみちライフさん、かずみちの周りに優秀な忍びがいてコメントしては証拠消してるね W。 コメントして消してんのかな、これなんかね、最近コメントが消えるんだよね。自主的にやってるのかわざとやってんのかよくわかんないんだよね、うん、もしわざとじゃなかったらバグだからさ、運営に報告しないとダメじゃんこれ。疲れた。タンパク質取ります。ヨーグルトもう一本飲みます。チューマンさん、テルチャンピンが生きがってたよ。テルチャンピンが生きがってた、なんて言ってた。ワイドットあやかさんお疲れ様です。水分しっかりとってください。ヨーグルト、これタンパク質多いんで。あやかさん膝が大変だな、家
せる頑張れ。膝がね、ちょっとね、あの山手線の時からずっと膝ぶっ壊れてるんですよ、1ヶ月間ぐらい。で、初日にぐねっちゃって。リオンさん、コメント消すことなんてできるの？コメント消すことできるよ。削除ボタンっていうのがあって、例えば俺の方でも消せるんだよ、こうやって。リオン消えたでしょ。うん、消せる消せる、こうやって。リオンさん消えた。消えたでしょ。だから本人も消せるはずなんだよ。それがバグなのかどうなのかわかんないんだよね。10万さん、カズミチなんて余裕だって。余裕だって。お、まあいいんじゃん。うん、実際あいつの方が若いし、俺はブルってるから。だから殺す気で行くよ、俺は。怖いから。うん、自分がやられる前に殺すよ。テシボンいらっしゃい。俺は自分が本当に怖いと思ってるから怪我すんの。俺はやられる前にやるよ。本気で殺しに行くかんね、俺。殺す気でやります。怖いんで。それが本音です。うん、本当に殺す気で行くよ。相手が死んでも大丈夫だって言ったもん、弁当太郎さん。うん、本気本気。余裕なら余裕でいいんじゃないですか。僕は自分の身を守るために殺しますよ。31なんで、もう32になるんで。さすがにね、7歳若いね、馬力のあるやつ怖いっすよ。リングで殺します。相当盛り上がるんじゃないの、今回のイベント。相当盛り上がるよ。ど真ん中だからね、第4試合だからね。いいところにつけてもらえたよ。ほんとベストでしょ。一番観客が温まってる頃だからね。閲覧とんでもないことになるんじゃないのこれ。多分超盛り上がると思うよ。さっぱりしたもん飲みたいな。ドロドロして飲みずれ。対戦相手も配信してる？まあ配信者だからね、テルチャンピオンは。6月のですね、6月の10日に、便所太郎さん主催で、格闘技イベントがあります。で、選手として登録しました。3分3ラウンド、ムエタイルールで戦います。僕の対戦相手はテルチャンピンです。で、金梅さんと3倍目ヒカルはセブンさんと戦って、ゆいがさんと便所太郎さんが戦います。リングアナは、TJ、赤コーナーとかいう人が石川のりゆき。で、新野町、ナーボー。あとは、新野町ナーボー。あと誰だ？桃エリか。が歌います。うん。いや、いい、いや、まあ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 、アンチとかよくわかんないけど、俺は。俺はなんかアンチとか囲いとかがよくわかんねえからあれだけど。うん。俺はとにかく全力尽くしますね。余裕ないっすよ、マジで。余裕ないっす。え、便所太郎 VS ユイが一番盛り上がるでしょ。メインマッチだよ。ヤミーは体細いかんな。ヤミーはガリガリだかんな。戦えないでしょ。あ、さとみさんもいるね。うん。さとみさんもいますね。うん。ユイガさんは便所太郎さんとタイトルマッチ、メインマッチだね。で、対戦者に勝った人にだけ金メダルを贈与するらしいですね。
金メダル贈与、そのイベント用のイベント金メダル、中門のマーメイドすごいよね。160キロだっけ相手の女の子。相撲対決だね、里見さんは。主催者便所って大丈夫な？本気だよ。っていうか元格闘家だから、ほらイベントのプロモーターとかと精通してるじゃん。だからやりやすいと思うよ。すごい本格的だよ、めちゃめちゃ。だってあれだよ、なんだっけ、新木場ファーストっていうあのプロレス団体とかが使うリングがちゃんとあるところ用意してるよ。もうなんかおふざけの遊びじゃなくてマスコミも入るってよ。うん、手記いらっしゃい和田つゆ。相手の人もそんな体重あんの？相手は何キロだっけ？いや、今配信やってるよ、ふわっちで。テルチャンピンってやつ。聞いてくれば体重。やってるから。テルチャンピンっていうやつ。青いサムネ。いや、企画力相当あるよ。うん。風船10個ありがとう。すいません、ちょっと売り上げが足りないんで、アイテムいただけると嬉しいです。助けてください。売り上げ止まっちゃって。ちょっとあのアイテムもらえると嬉しいです。うん、相手はすごい一番大柄な女性らしいよ。アイテムありがとう。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。ハートプレゼントありがとう。風船ありがとう。助かります。アイテムありがとう。ハートたくさんありがとう。あやかありがとう。頑張んねえとな、マジで。売り上げ？ああ、僕、プロ配信者なんで、これで飯食って出るんすよ。うん。ハートをまとめて送れないんだ。全然いいよ。ハッチさんから花火いただきました。ハッチありがとう、いつも。百貫デブなんだ。うん。筋トレやります。ありがとう、ハッチ。バーガーありがとう、マリアさん。今帰ってきた？俺も今汗流したところだよ。バーガーありがとう。ハッチバーガーありがとう。本当に腕がどんどん太くなってって、もう軽くなってきた。まだ重たいけど、慣れてきたね。ありがとうございます。ありがとう。花火ありがとう。ハッチさんから花火いただきました。アイテムの数出なくなった。いや、俺には見えてるけど、みんなのところ出てない。生ポやめたよ俺。1月の1日で生ポ抜けた。4年間かかったね。ハッチありがとう。時間かかったよ。吐息だけ聞いてると怪しい吐息に見える。アイテムの数出なくなったんだ。スマホ？テルチャンピンの方パソコンで見てたら、テルチャンピンの方アイテム映ってるよ。うん、家賃6万。うん、パソコンでは見れてるよ、他の配信者。見れてるよ、合計。うん。スマホはわかんない。スマホで俺、ふわっち見ねえから。
イヤホンで聞いてるから耳テロ。1K だよ。ワンルーム6万。だってこの辺さ、最低でもワンルームのマンションで12万とかするエリアだもん。ボロアパート選んだ。これ 8.5 キロ。ハートプレゼントありがとう。風船ありがとう。画面スクロールすると上の方消えちゃう。なんだろうね。仕様が変わったのかな。コーヒー飲みたいな。でも汗かくと気持ちいいね。汗かくと気持ちいいわ。どうしようかな。蹴りだよな、相手の。そんな甘いものを飲みよって。あ、どれ深夜食堂カレー。これ本物？どれさん、なんでこれ偽アカ使ってんだろう。これリスナーさん？どれさんの。甘いものじゃなくて、あれですよ。あの、甘いものを飲みたくて飲んでるんじゃなくて、タンパク質が一番、あ、タンパク質だっけ？そう、タンパク質が 7.2 入ってるんで、あの、筋肉になるのを取るために飲んでるんですよ、これ。太るためじゃないですよ。トレーニングの一環で飲んでるんです。サバアカだ！ドレさん。違う違う。俺ね、ドレさん、これマジな話すると、プロテイン買うまでの間、あの、コンビニで全部、見て、タンパク質が一番多いのがこれだったのよ。なんかこれ飲んでんの？トレーニングで飲んでんすよ。これ別に、俺ヨーグルトドリンクとか嫌いだもん。普段飲まないもん。腕立て伏せ、俺一回もできないんだよ、それが。相手テルチャンピンだよ。うん。相手テルチャンピン。プロテインも買わないとね。マジレスすると勝つなら、腹を殴る。体力一気に消耗する。避けづらい。プランは作ってるよ。ただ、こっちの体力が追いつかないから、プランに。俺のプランは、相手のパンチを、ウィービングで、いなすと。で、このウィービングを回転させて無限の字を書きながら、相手のストレートをダッキングでかわして、左、リバーブロー。バン！で、肋骨折ると。で、相手が前かがみになると、肋骨折れてグーって。その反動でかがんで、ジャンピングガゼルパンチ。で、顎を突き上げると、バーンと。で、顎が吹っ飛んで、そこで KO パターンからの、デンプシーロールですよ。うん。これが俺のパターンです。うん。これ、もう、多分ね、ガゼルパンチの時点で俺勝ってると思うけど。シャワー行ってらっしゃい。配信頑張れよ。格闘技は打撃のみかな。打撃のみですね。バーリトゥードも選べたんだけど、うん。一応、ムエタイ資金しました。キンバエとセブン。俺、セブンさん見たことないからな。会ったこともないし。わかんねえわ、正直。配信で言っていいよ。うん。か、もしくは、もしくは、まあ、試合前のセリフはもう決めてるよね。インタビュアー。もう、テルチャンピンにインタビューしてもらって、いろいろ言わせた後に、じゃあ、和道さんどうぞって言われたら、私は一向に構わん。私は一向に構わん。これが俺のインタビューのセリフだね。ここはやっぱね、グラップラバキリスペクトとして、このセリフ使うのはこのタイミングしかないと思ってるから。ここしかないでしょ。あと、試合中に回想シーンとかもやろうと思ってるね。うん。映像撮りますね。はい。うん。映像撮ります。
様。ふん。はあ。ふん。はあ。ふん。はあ。ふん。かよ。なぜ私に機械を。なぜ私にジーフィーを与えないのです。ジーフィーってなんだよな。面白い。レッツ死んじゃったかんね。それ言うよ、試合中に言うから。それを中国では復元という。はい、いらっしゃい桜子。ブラック企業の。まあ、企業ってブラックだから大体。ちょけたらって何。一応グローブがでもね、18オンスなんだよね。登場する時の音楽とか決められるのかな。一応決められるんだったらこれ使いたいなっていうのはあるよ。聞く？俺の入場曲にしようと思ってるやつ聞く？もし決められるなら。あ、16か。16オンスか。聞いてみる？どうする？今流してるの？いや、こんなんで入場できないでしょ。気抜けるでしょ、こんなの。これ？これで入場しないよ。これじゃなくて、3分3ラウンド制。赤コーナー、テルシャンピン。青コーナー、ワード。ムエタイルール、肘、膝あり。噛みつき、バッティングなしのルールで行います。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよ、もう。